きチャンネル。こんばんは。さあ、ということで、クライマックスシリーズファイナルステージ、第2戦終了しました。ただいまですね、日刊スポーツの評論を築地で終えて、フジテレビに移動して、これからプロ野球ニュースに出演します。その前にですね、まずは、パリーグから皆さんにね、お伝えしましょう。そうしないと、プロ野球ニュース終わってから、セパ取って、編集、朝になります。ということでね、まずはパリーグから、そしてプロ野球ニュースが終わったら、セリーグ、お伝えしていきましょう。さあ、ということでね、まずパリーグから、オリックス対ロッテ、2対0、完封で、オリックスの勝利とね、いう試合でアドバンテージもあって、現在3勝、マジック1です。ね、リーチがかかりましたけども、まあこの試合ね、先発田島、そしてロッテは美馬というところでね、両投手非常にいいね、ピッチングで、回を重ねましたけども、ロッテね、美馬、ちょっとね、シーズン終盤に、ちょっと投球バタバタしてね、ちょっと失点する試合も多くて、いや、どうなんのかな、佐々木的には河村かなと思いましたけども、まあね、立ち上がり、ちょっとね、1番福田、センターフライ、結構いい当たりね。だから全体的に立ち上がり、ボールが甘めに入って、いや、これちょっと捕まらないのかな、ちょっと心配だなーっていうね、立ち上がりに見えましたけども、回を追うごとに、特にね、低めのフォークボール、スライダー、変化球がね、しっかり低めに制球できて、ストレートと緩急がね、うまくついて、非常に素晴らしいピッチング、ね。5回3分の2、79球、4安打、3三振、1四死球、1失点と。まあ、ここね、吉田にピッチャー強襲当たってね、で、そこで東に変わるっていうところでね、交代になりましたけども、投球内容としては本当にね、グッピッチング、素晴らしい、ピッチングだったと思います。で、逆にね、田島もね、6回77球、3安打、5三振、1四球、で、無失点と。やっぱ左、ピッチャーでなると、右バッターへのインコース、インコースっていうの、このクロスファイヤーっていうところをね、バッターは、気にしますけども、キャッチャーの伏見がね、またいいピッチングで、ほぼアウトコース出し入れ中心。で、たまにインコースなんか使ったりしながら、インコースに目先を変えて、でも基本アウトコースの出し入れ、そして緩いカーブ、スライダー、変化球っていうところでの配球。まあ、ね、一発打たれたっていうところをね、最新の注意を払いながら、非常にね、昨日は若月、そして今日は伏見とね、この一球の怖さっていうところをね、リスクを減らしながら、いいピッチングだ、いいリードだったかなと。で、それにね、応えるべく、田島もね、しっかり、この、右バッター、左バッターへのアウトコースの制球力っていうのは非常に素晴らしかったなと思います。まあ、それをね、よくね、伏見も引き出したんじゃないのかなと。まあ、そこがね、2試合連続の完封、キャッチャーね、若月伏見と、併用しましたけども、結果としたらね、2試合連続完封っていうところがね、結びついたんじゃないのかなと思います。で、その中でね、やっぱ気になったのがね、もうここ、言わざるを得ない。この6回裏ね、福田、セカンドゴロ、で、宗がね、センターフライト、ツーアウトになってから、吉田正尚がね、ピッチャー強襲内安打。で、ここでね、三馬から東にスイッチして、初球のスライダー、レフトへね、もう打った瞬間わかるホームラン。で、ここね、見てましたけど、これ高めに入ったら危ないよっていうところでね、本当にど真ん中に入ってホームランでね、結局、決勝ツーラン、打たれるんだけども、ね、ここでね、その、ファーストステージの時にもね、言ってたように、その、俺はスライダーを選択したのが悪いとは言わないよ。でも、キャッチャー加藤も、スンとね、甘めに構えて、ピッチャーの東も、普通カウント取りするかのように、スライダーを甘めに投げて、ホームランを打たれるって、もう、杉本をどう抑えたいのかっていう、ビジョンが全く見えない。バッテリーともども。しかも今日の杉本、1打席目ね、初球のスライダーファールにして、で、結果ね、最後の勝負球のスライダーをセンター前。で、2打席目も初球のカーブ見逃して、で、ボール。で、2球目のストライクに入ってきたカーブをレフト前と、ファーストストライクの変化球、全部手出してきてるんだよね。で、変化球を1、2打席ともに、ヒットを打ってるわけ。で、それで3打席目になって、一番注意しなきゃいけない杉本。で、その中で、ね、東は、ブルペンで、杉本の打席を見てたのかと。で、キャッチャー加藤は、杉本に一番打たれてると、一番気をつけなきゃいけないっていうことを理解してたのかと。それを理解してたんだったら、あんなにね、低めだぞ、コースだぞってジェスチャーもなく、スンと構えて、東はね、普通にど真ん中にスライダー投げていく。いや、どうやってこの杉本を抑えようとしてたのかっていうのが、正直意図が全くつかれなかったし、ビジョンも全く見えなかったね。で、結局その一球の、ミスで、
ホームランを打たれてしまうっていう。俺はスライダー選択が悪いとは言わないけど、それまで変化球完璧に打たれてんだったら、もっと低めに投げるとか、もっとコースに投げるってピッチャーは意識しなきゃいけないし、キャッチャーはそう来るように指示しなきゃいけなかったよね。だから俺は、もう人の振り見て我が振り直すじゃないけど、あの楽天戦、隅谷がね、打たれたエチェバリア、マーティンに打たれたことをね、言ったはず。あれを見てて、いや、ホームラン打ったよっしゃーって言うんじゃなくて、相手の振り見て我が振り直すじゃないけど、そういったところは、いや、こういうところ、同じようなミスしないで気をつけろっていうところが加藤に欲しかったよね。それが全くなく、何を意図したのか、どういうビジョンがあったのか全く見えず、その一球でね、ホームラン打たれて、まあ、シーズンはね、その一球を取り返すチャンス、明日、明後日、明後日ね、来るかもわかんないけど、短期決戦の一球は、取り返しつかないからね。で、一番気をつけなきゃいけない杉本に、そういう配球をして、で、次のね、あの、ラベルに対して、初球する間低めに投げれてんのよ。ね。で、そこで、セカンドゴールで抑えてんのよね。打たれてからやっても遅いんだよ。打たれる前にやらないとっていうところのこの配慮のなさ。結局それがね、だからファーストステージは相手の配慮のなさで勝ってきて、で、セカンド、ね、ファイナルステージ、まあまあ、こっからね、4連勝する可能性あるから、まあどうなるかわかんないけども、この1本ホームランっていうのはロッテサイドからしたらね、正直考えられないような攻め方だったかなと。逆に杉本はね、昨日ね、あの満塁のチャンスで1本出なくてね、もっと山本をね、ラグの展開で、投げさすことができてる中でね、その悔しさあったと思うんだよね。それをね、今日しっかりね、3安打、しかもホームラン決勝打打ってね、非常にリベンジとしてはね、いい形のグッドバッティングできたんじゃないのかねと。で、逆にね、そのオリックスのキャッチャー伏見ね、まあそういったね、先ほども言った配球ね、長打一発長打食らわないようにアウトコースの出し入れしながら、インコースを意識づかに使って、そういう丁寧なね、リード。まあもちろんこれがね、結果が出たからそういう風になりがちだけど、でも結果から読み解くのが解説者の仕事だし、まあそういったところをね、やっぱりこう、しっかり認めて理解していくのも大事だと思う。で、その中で、ね、このアウトコースの出し入れで、一球の怖さを配慮しながら、ピッチャーも、しかもね、ピッチャーの田島がその意図に沿って投げれたっていうことも大きかったけども、非常にね、丁寧な配球に見えたし、逆にね、ロッテはね、岡があのセンター前打ったけども、あの岡がセンター前打ったように、しっかりこの反対方向を意識して、右バッターが行けてればね、また状況は変わったかもわかんないけども、インコース来ないところを引っ張りにかかりすぎたりね、ちょっとタイミングずれたりしながら打てなかったっていうところもね、まあ4安打、なかなか厳しい。やっぱりレアード・マーティンがね、打てなかったらやっぱりロッテとしてはやっぱり厳しいよね。で、その中、伏見、頑張ったのがね、ロッテの攻撃、5回かな。岡がね、2アウトからセンター前打って、藤岡の時ね、盗塁試みて、ナイスローでね、アウト。これは非常に大きかったね。相手のピンチを積むっていう。若干バックステップ組でね、こう取ってから早かったよね。しかもコントロールの抜群でね、非常に素晴らしい。まあね、あの、リクエストあったけども、まあリクエスト、あの、する必要もないぐらいね、完璧なアウトでしたね。で、その後もね、6回ね、先頭藤岡がレフト前ヒットを打って、9番加藤のね、送りバンドをね、すぐさま拾って、セカンドにね、バンド失敗を、位置づけるね、ナイススロー。このね、キャッチャー伏見はね、リードに対しても、こう、繊細なね、丁寧な一発を警戒するね、石橋を叩いて渡るじゃないけども、こういう丁寧な配球をして、で、守備もね、この盗塁阻止、そしてこのノーアウト一塁からの加藤のバンドをセカンドへ刺すっていうね、相手のチャンスを目をつむ。ね、ヒットは打てなかったけども、完璧なね、守備面の、試合展開としてはね、今日の、伏見、非常に、頑張ったんじゃないのかなと。このロッテのね、加藤と伏見、対照的なね、試合の運び、結果っていうところはね、見せつけたんじゃないのかなと、思います。で、逆にね、ロッテはその途中から出てきたね、柿沼も、まあ、点にはね、繋がらなかったけども、この8回裏のね、2アウト1塁からの杉本のね、打席で吉田のダイソーね、佐野。で、盗塁成功っていうね、ここはリクエストになりましたけども、多分中村の手のタッチと足がどっちが、早いか遅いかっていうね、ところになりましたけども、ちょっとリクエストの映像じゃ正直はっきりわからなかったね。でも一番ダメなのはあれ、ノーバンで投げてたら簡単にアウトだからね。そういったところをワンバンになってしまったっていうね、この柿沼の送球ミスっていうところが響いたかなと。っていうね、ちょっとキャッチャーのね、違いが、この勝敗にね、大きく直結したんじゃないのかなと思いますね。でね、リリーフも吉田、ヒギンス、平野とね、こちら完璧に抑えてね、逃げ切りっていうね、まあ2試合連続完封、クライマックスはなんかデータによると初めてらしくてね、で逆にオリックスはね、ここでもうマジック1っていうね、まあ明日どういう展開になるのかっていうところですけども、明日はね、ロッテ岩下、そしてオリックス、山崎総一郎と、まあちょっと宮城がね、ロッテ戦相性悪いっていうところで、山崎ね、終盤ちょっと ロッテとの相性も良かったんでね、まあどうなるのか、まあ岩下はね、数字上、オリックスにね、相性いいんで、まあもう負けられないんでね、
明日どういう展開になるのか、ロッテにはね、この一球の大事さっていうのをもっと理解した上で、慎重に、そして大胆にね、攻めていってもらいたい。もう後がないんでね、あとはもうやるだけ。オリックスはね、もう完璧な試合運びしてるんでね、まあこの投手陣、バッテリー、このね、明日も含めて、山崎総一郎、どういうピッチングをするのかね、3試合連続、0-0-0は恥ずかしいですよ。ということでね、パリーグお伝えしました。それでは、プロ野球ニュースに行ってきます。セリーグはまた、後ほど。